MLBCO 4も日本では通用しない自主トレに継承。4年ぶりに現場に戻ってきた藤川監督が以前から抱いていた危機感を口にした。評論家時代には言わなかったですけど、いよいよこちら側に来たので話題はオフシーズンの自主トレについて。今非常に危険なところにあるんですよね。選手が進みたい方向とあえて刺激的な言葉で警鐘を鳴らした。 MLB の野球を目指しながらやっている選手もいますけど、 NPB の野球とは質が違う。 MLB にアジャストしようとすると NPB では通用しないというのははっきり出ていますから、一つの提言ですね。損をするよと数字が出なくなる。近年 MLB 志向の高まりとともに違和感を覚えていた。ベースボールと野球は違う。体格だけでなくボール、ルールも多少は異なる。オフ期間に憧れのメジャーリーガーを参考に打撃フォームや投球フォームを変えれば春先のつまずきにつながる。 MLB 経験者だけに指揮官の言葉は説得力が伴った。各コーチにしっかり投げました。オフシーズンは自分たちでやるんだけど、かなり選手たちも変化してきたという実感がありますから、秋季キャンプで作り上げた形はチーム内で共有。2ヶ月のオフを経て変わってできていないとか、全く変えてきているとなれば競争というかメンバーに入りづらくなる。とぼきを強めた。ドライブラインかな。西潤とか湯浅とかハマチとか頭に置いてそう。ええこと言うやん。投手はメジャーの球でトレーニングするから逆効果って結構言われてるな。逆に野手は結局のところ来た球打つだけの単純作業だから、日本よりも MLB 仕様の方が良さそう。バレるゾーンは日本でもメジャーでも変わらんでしょう。さすがやね。よくわかってる。ハマチと湯浅にもっと早くに進言できてればな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。